竹本浜太夫は、義太夫説の太夫。江戸中期より6代を数える。初代、二代目が共に、竹本綱太夫を襲名したことから、竹本綱太夫系の名跡として知られる。竹本浜太夫や竹本浜太夫とも表記する。竹本渡太夫系の竹本浜太夫も存在するが、本校では、竹本綱太夫系の竹本浜太夫について記述する。 文化2年8月16日初代、竹本浜太夫二代目、竹本綱太夫本名、津国屋神兵衛。通称、猪熊。門は二つ釘抜きに、缶抜き初代、竹本聖太夫二代目、竹本義太夫の弟子である竹本式太夫の門弟。元は、京都の猪熊仏皇寺にて、寛大神島を織る津国屋という織物業を営んで、 いたが、幼少から音曲に長じて三なぎとこうしており、素人にて、あっぱれの語り人とて一進めて太夫となり、天明二年十月西の芝居にて二代目、竹本綱太夫を襲名。完成二年十月、箱根れげんイザリアダうち、黒百合天状の段、阿弥陀寺の段を務め、古今の大当たりを取る。完成四年十一月、大阪道とんぼり東芝居、雪舟合法辻。 学校内の段にて大当たりを取り、聞く小や妻は内と外、顔と顔とは隔たれど、心の隔てなきよりの、親身の誠ぞあわれなる、この星の情を十分に訴える、耳障りの良い節は、今に至るまで、猪熊風として崩せないことになっている。また、完成五年四月名古屋になり社内芝居にて、花上の誉れの旧跡。 志渡し私寺の段を、完成8年9月大阪北堀江市の、川東川芝居にて、勢い終わこぎ裏、平治十家の段を、完成9年2月大阪道頓堀東芝居にて、中条尾目戸籍の末、雪攻めの段を、同年3月大阪道頓堀東芝居、造穂神谷寺平、神谷の段をそれぞれ表している。音曲だけの響きという当時の評判には、語り口に、 伝授の多い菅原と記されているように、初代、竹本綱太夫から直接教えを受けなかったとはいえ、初代皇太夫の芸風を追求したと推察される。墓は、京都の新寮堂にあり、朝顔の実の秋を知るゆうえかなと、辞世が刻まれている。戒名は、最小剣僧、誉れだ道正全城門。宝禅寺にも、初代皇太夫と並び墓碑が混流されている。 詳細は三代目、竹本綱太夫欄を参照没年不詳二代目、竹本浜太夫四代目、竹本門太夫三代目、竹本綱太夫、竹本三号王本名、瞳万吉、大菱屋万江門とも、通称、飴屋。門は、抱き頭に住み立て四つ目二代目、竹本綱太夫の門弟。二代目、竹本浜太夫としての初出座の時期は明らかでは、ないが、 死が、天命2年に2代目、竹本綱太夫を襲名した、翌年の天命3年3月一新伝芝居、竹本義太夫座、新薄雪物語道行きと鍛冶屋の段に、竹本浜太夫が出座している。その後、竹本浜太夫として、初座に出演し、完成4年正月四条南川芝居、芋瀬山婦女定金では、死の2代目、 竹本綱太夫と後に襲名することとなる、門太夫名跡の先代である三代目、竹本門太夫と同座している。四代目竹本門太夫を襲名した時期も明らかでは、ないが、先代の三代目竹本門太夫は、完成五年十二月に死去していること。完成六年五月名古屋は神谷古経大、持丸長者黄金石杖、伊達娘恋比我の子にて、浜太夫の名前が、 番付けに確認できること。また、完成7年3月刊行、役者自習校、諸芝居持ち主三代座イ並びに座出勤連盟、竹本の文に、浜太夫が、名前があること。完成8年3月道頓堀大成芝居、芋瀬山婦助定金にて、豊竹門太夫の出座が確認できることから、完成7年頃に、江戸にて、 竹本門太夫を四代目として襲名したと推測される。完成10年11月道頓堀東の芝居、金本、中心蔵や翌完成11年2月末暗い、松倉い岸時は木にて、死の二代目、竹本綱太夫との動座が確認できる。死二代目、竹本綱太夫が、文化2年に没した、翌年の文化3年に、江戸結城座にて、増歩天網島。 神谷の段獄を、おめ折り、竹本門太夫として語っている。この、神谷の段は、地に代滅な大夫が、造法神谷寺兵を表し、門太夫の先代である三代目門太夫も、豊竹門大夫改め肖蔵保天盲島城神谷の段と全表紙に記した六行本を江戸にて刊行した、ゆかりの演目である。また、当人の四代目モ太夫も、寺兵、小春、 しぐれのこたつ竹本門太優賞と記した六行本を、K で刊行しており、後に、三代目綱太優時代に、しぐれのこたつ像、ほ、神谷寺平竹本綱太優賞と全表紙に記した五行本を、大阪にて刊行している。文化三年十一月京史上寺町、道場芝居にて三代目、竹本綱太優を襲名。襲名披露狂言は二代目綱太優著の、 花植えの誉れ石碑、志渡し寺の段を選んでいる。また、文化四年正月大阪座元、荒木四次兵芝居、海家宮城の近州にて、湯賀、島、天木山の段、島原揚げ屋の段を語り門太夫寺三代目、竹本綱太夫を襲名する。増補上流理大系図では、浜太夫から三代目綱太夫を襲名したとするが、 この番付から門太夫から綱太夫を襲名したことが明らかである。文化4年正月には大阪でも披露。文政6年には門下となり、天保5年に弟子の二大地区、元村太夫に四代目、竹本綱太夫を襲名させ、自身は天保7年に竹本三号沖縄を名乗り引退した。その語り口は、あっぱれ、名人にて一流を語る雨や風と評される。 三代目、竹本浜太夫六代目、竹本門太夫二代目、竹本浜太夫の門弟。野号は慶也。造法上流利大慶図に、三号王,王門弟にて、死に、付き添い芝居出勤祝とも意識はついて町手出すなり、五門太夫とある。初代、竹本三代太夫四代目、竹本浜太夫四代目、竹本,太竹本津賀太夫四代目、竹本村太夫の門弟。 死の没後は二代目津賀太夫の預かりとなる。河野池三武氏宛豊竹小宇津保太夫所管二十三通、二、浜太夫改め四代目、竹本津賀太夫派、明治十七年春、出版大番府に、改名有志許派明治二十三年十月十日、函館にて、公明工学長王恩新人俗名、塚本義吉師匠派四代戸村大部の門人にて、後に、 山城城の門下と、聖書名、三代太夫と、名乗り理後に、竹本浜太夫を、襲名なしまた四世津賀太夫と改名後年に、函館でシスと、ある。竹本浜子太夫地区本文太夫五代目、竹本浜太夫四代目、竹本津太夫四代目の門弟。四代目、竹本津田浦三省地区本津の子太夫六代目、竹本浜太夫五代目。 竹本津田祐五代目の子息。五代目、竹本津田おらん参造歩浄瑠璃大刑図では、二代目津田雄の署名を、竹本文太雄とし、文太雄から二代目、竹本津太雄を襲名したとするが、音玉功明集では、全名浜太雄二代目、竹本津太雄イのシシの熊神兵衛と運と、記載があり、河津武雄氏の論文。 シグレのこたつ成立校三代竹本綱太夫の添削活動についてにおいても増補助ルリ大経図は二代皇太夫の前名を門太夫と記し三代皇太夫の前名を浜太夫と記している増補助ルリ大経図は二代皇太夫と三代皇太夫の前名に関する情報を取り違えて記載したものと判断せざるを得ないと指摘があることから 本校では、二代目、竹本綱太夫の改名歴を、初代、竹本浜太夫から二代目、竹本綱太夫とする。同様に、図王補助竜理大系図では、三代目綱太夫の署名を、竹本浜太夫とし、浜太夫から三代目、竹本綱太夫を襲名したとするが、河津竹雄氏が論文、しぐれのこたつ成立校、三代、竹本綱太夫の添削活動について、 において指摘する通り、本校では、三代目、竹本綱太夫の改名歴を、二代目、竹本浜太夫四代目、竹本門太夫三代目、竹本綱太夫、竹本三号沖菜とする。新改正三が、都上瑠璃、太夫方知る男方、音玉座式相撲書付、実名付に、太夫方の、西の前頭14枚目の、道三条浜川万吉が、 造法上瑠り大経図が三代皇太夫の十所寺本名と伝えるところの三条京都松の木町、北側通称阿メや万吉と一致するので、浜川万吉を完成七年当時、浜太夫と名乗る、後の三代皇太夫その人と推定する。右の推定を加えて、二代、三代の解明歴を示すと、二代皇太夫浜太夫綱太夫三代皇、 大ユ浜大マ門ユーモンタ三号ツナと、なる。三大高太夫が、死、二大高太夫の全名を許されたのは、将来有望と見込まれたからこその命名であったと、理解し得よう。そして二人のツナ太夫が共に、浜大タを署名としていたからこそ、四代、竹本大里太夫編長、増補ホジルリ大ケ図は錯覚して、全名を取り違えたと、解釈できるように考える。 ありがとうございます。